はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。浅田小雪です。それでは、龍が如くセブンガイデン。名を消しちゃうとこ、やっていくよ。よ。上流ブロディ。てなわけで、まあ、一応、ヘリポートに向かいます。まあ装備はこんな感じで、この鎖片ビーラーを買ったぐらいかな。コンタクトはもういっかな。別にコインロッカー全部集めたわけじゃないんだけどさ。一応戻りますね。現在は西谷との決戦になるんだけど、どうかな。一応プラチナに昇格できるはず、これで。えらいこっちゃ。あ？ああ。出たー、プラチナのトロ来たー。これでキャッスル全て自由に行けるようになるし、闘技場の闘技も全部挑戦できるようになるわけだな。あんな？よし。やったね。ファイターラウンジで帰る手段も増えてる。お？スポンサーマッチの折り。ああ。上流。助かったわ。中目ネットワークもちょっとやっていこうかなって。ギャングチームが出てきた。何なんだよ、これ。これも気になるよね。金色の武者。金色武者って。ほんまに？ジョル知らんの？今、蒼天堀チンピラ界隈はその名前で持ちきるやで。そんな界隈あるのかよ。あんな？うん。金色鎧？ボコボコにして回って。はあ、鎧着てボコボコってどういうことなんだ？先生、どこにいる？歩きながら探すしかないよな。うわぁ、めんどくせぇ。なんだよ、これ。わけわかんねえな。どれにするん？依頼。こいつを殴り込みちゃい。白騎士、なんだこれは。あんな？はいはいはい。はいはいはい。どうしようもねえ野郎だ。任したわ。白いジャージを着てる集団、別に金色でもなんで、なんで白騎士、それで白騎士なの。白騎士。じゃあこの二つをやっていきますね。そしたら、一回闘技場に行きたいんだよね。いたこいつうまいな。ああ、迷惑野郎だ。おいおい、何迷惑かけてんだ。白騎士ってのはお前らか。なんだおっさんは、まさか俺たちを邪魔しに来たそのまさかって。ただのディブの集団じゃねえかこの野郎。どれどれ、ギャー、何だお前。おいおい、さよなら、開いてあおい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 
うるえ。でで、でで、なあ。で、うる。動けるデブかお前。ちょっとなめぷしてるけど。なめぷしちゃった。ごめんね。いや。ああ。めんどくせえことになってる。他にもいるみたいだな。他にもいんの？だるすぎ。あ、どうぞ。それってとどこにいんだっけ。金色の野郎もいねえし、またおるし。え、ナナシエルで白騎士のリーダーが多分仲間になるの。マジでこれ、どうしようこれ、どうしようこれ、いって、ザコは飛ばし、いやあら、いて、あら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 、鉄拳かよ。締めて回っていくが、他にもいるのか。いないな。本当にいんのか？鎧の人。いた。おい。あら、お好み焼き好きね。ね。お好み焼きとかたこ焼き好きね。デブの集団じゃねえかてな。ただのデブ野郎じゃねえか。いい加減に見て、いい加減にしろ。おい、なんだお前。ハンマーで殴れて、殴ってもそんなギルまでってやばいよ。はい、いってらっしゃい。はいはい、やめましょうね。おいたわ、あ、いた、いたよこの人。すいません、あ、でもあるよ、やっといたぜこの野郎。あーあーあらはい、なぁ。うるよ。うる、バチン。バチン。手間取らせよ。手間取らせよって、この野郎。よし。終わりだな。全員やったか？やべえよこいつ。まだおんの？あ。
電話がダメ。ああ、シラジだ。なんだ。ん？ああ。ああ。呼び出しくれちゃって。呼び出されちゃって。クッピーちゃんでな。どうもー。ああ、なんだこれ。スパイス。カレー専門店。なるスパイス。おう。なるほど。悪いのはこっちだからね。お金がないけど腹が減るんだがしするわけにはいかないし、弱肉強食ってことはあるぐらいだし、なら俺強いし、無理やり弱いやつから奪って食べてもいいってことだろう。動物かお前は。なわけねえだろうが。働け。働け。うへぇ、正論うさいねぇ。ど正論だろ。あんたと会話する気も飽きたし、そろそろ殺しちょっかな。おい。食事の時間だ。食事。食事ってなんだよ。おい。働け、ニートども。クソニートが。はいて。待つわけねえだろ。殺すぜこれ。お前が殺したるて。あやーんだそのクラさんはよ。お前食いもんだけに金使ってねえじゃねえかかな。おいおいほらバカチン、あの世行ったな。さいなら。お腹いっぱい。自分で食う分くらい自分で稼ぐことだな。働けって。上流も働いてないけど。どうしたん？ああ。ああ。終わったよ。あれ、こいつ仲間になんねえのかよ。食い口なら稼ぎ時あるけど。コロシアムで。コロシアム行けば金には困らんぞ。上流。助かったわ。最終決戦増えてんじゃねえか。あんなプライドはねえのか。しけた連中だ。バカしたわ。もうちょっとで締め殺したるで。上流どれにするん。締めたるわ。最強のコンビニって言ってない。金の災い。またかよ。また金かよ。なんなんハンマー男って。ん？ん？上流。地獄チームランブル用に、ああ、はい。まあハンマーだからな。まあそれが仕事だからな。それじゃあ頼むわ。
そりゃそうだろうな、みたいな。ああ。ああ。また金色武者みたいなのがいるんだ。どれにするん？やべ、これじゃねえ。弾見つけてねえんだよ。せやね。せ。えらいこっちゃ。せやな。あんな？金色の災いくん来た。まあ、いるかいねえかっててどこにおんねんって話。あ、いたわ。いきなりいたわ。あいつだな。おーい。おーい。いや、でもあんなよ。てめえをぶちのめすんだ。おい、おい。やれ。誰でー。おら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 。あーあーむず。うやったらあれが体力があるだけじゃねえ。はいよはいよ、さいなら。しばらく寝てろ。おととい来やがるってんだよ。前より高額っていうか、なんなんでしょうね。これか？ハンマー男。ハンマー男やっていこうか。邪魔だな、お前。うん、よろしく頼む。何？ああ。相当やっちまったな。申し訳ない。頼みます。まあ確かにな。親方？話しとくか。ああ。ん？なあんた。よろしく頼む。ちょ。何？いえ。
どうした？助けてーな。何どうした？何？そういうことか。おい。正気に戻る。正気戻るか。おお強い。あ、痛い痛い痛い。お前が悪いな、親方。何がでもや、お前の勝ちはわしの言うことをおとなしく聞くことだけやるがいい。親方？なんで？自分したってくれた男に随分な言いようだな。知らんがっぽうが、まだどこぞのアゴな中卒捕まえてくればええだけや。世間知らずに借金背負わせなんぞ朝飯前やからな。お、親方？どうせそんなこってると思ったぜ。何？親方どうして？おい、お前ら、お前らって誰だ？どこの組のもんなんですか？あんたたち。いい加減にしろよ。親方。信じてたのに。おい、上流背中を任せたぞ。頼もしいじゃねえか。白石みのるさん。お、親方やっちまえ、親方なんて。ボコっちまえ。うっはっはっは。うるぅ。はいはい。いや、俺までやる。はい、空中コンボ。この通りや。あんなまず最初っからそっぱちや。もうええで。どこへ何とも行ってしまえ。行ってない。辞職届出さんと。頼みます。どんなもんでもってお前怖いんだけど。頼りにしてるぜ。仲間になったか。どこだ。あ、ここか。お、いたいた。こんなとこでたむろやがってお前。邪魔だろうが。七少子さん。おい。いやー、舐められたもんだね。おい。めっちゃぶっ殺すよー。また、いただきまーす。お前、魔人ブーかよ。いただきまーす。雨になっちゃえ。肉になっちゃえ。引
き肉にしたり。おいおい、こらで、めんの腹立つな。やれ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 、どうした。やれ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 、なんだええ届かねえ。いはい、入ってしまい。えいえい、痛え、おい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 、黒田さん、おいは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 い、んー、どっこいしょどっこいしょ、入ってえい、うらビビっちまったのか、おい、ビビっちまったのかっつんで、ぐーおいおい、こら舐めてんじゃねえぞ、こら、はい、おいてーやるやんけ、こら、はい、おしまいまいった、参りましたよ。おい、はあ、何頼みます。勝手にしろ。おうよしか、パイセン、あんまりだな。今度黒騎士だろ、これ。黒鳥羽めんどくせえな、もうめんどくせえって。したらこいつに話す。上流ドルでーわーぜー、うれ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 いうれうれうれいはいはいよーぜーいいていいてーほいほいほい、なんだあー、いけ、ほれ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 、あれ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 ほら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 、あ、お前いるのか。おい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 、いてー、ほらほら、いけお前だけか。うるうるうる。
さよなら、ホッツー。金がジョリン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 だぜ。おう、ジョリン、ミズロギの旦那、なるほど。それ言いに来るためにわざわざヘリ場で用意してきたっての。まあいいか。ガジェットを強化する。お主か。お主。ん？ああ。ん？ビームが。出た、ビームが出るトンは。普通に死ぬでしょ。オリュー！なんだ？サメ島。ん？国光か。国光なのかな。
シューズガジェットでさらに、なるほど。ああ、サメジョーに負けてほしいと思ってねえか。うん。実は最近キョツロ内で俺のこと、視点の最弱って俺もんだからよ。そうだろ。頼むんだよ。ああ。少し待ってくれ。こいつだな。やべえ。だけどはいいな。ほら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 。おい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 。はい、見切った。出るやー。行け行け行け。うる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 。はい、残念でしたー。出るやー。はい、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 出る、はいで、出る、あごー。大したことねえなあ。ボロ儲け。休む。いやぁ。出た。あたし城まで来ちゃった。なんだ？ん？せやね。ああ。ん？私上来た。よし。やっと喋ったな、これしょ。会話できたんやな。行くぜ、入れ。入れ、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 入れ。うれ、うれ。うん、はい、はい、はい。はいはいはい。うれうれうれ。はい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 。はい、残念でした。うれ。はいで。サッカーしようぜー。ほらー。あ、終わっちゃった。あ、終わっちゃった。
終わりだよ。ああ、マドリおお、すげえ金持ち。な、ゴルフ場来たよ。お前らが鬼神会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭ジュンはわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。親父がその気でも、わしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。その男なら、もう死んだ。ほな、何度でも殺したるわい。大移動しか。あれ、獅子堂。あれ何もんじゃ。お前死んだ。よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで、ここにいる鬼神会。みんな湾岸近くのある場所から来ております。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ。それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。ええやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ。誰が雑魚や。誰が雑魚でお前らだよ。さぞ西谷会長呼んでこいよ。これスカタンが。ほれほれ、なんだお前。ほれほれ、若頭。ふふ、ほれほれ、バカ。あの三回こら、いってらっしゃい。ショットガンなんて持ってショットガンとか持ってる。なんだお前、ほら、うれうれうれ、うれうれうれ、いてん。おらーらー、相手ゴルフしようぜ。邪魔やねん。シャカ持ってるね。うれ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 、はい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 、でなんでやねん。撃ち殺した野郎がい。さいなら。うれいて、なんで俺も。なんで俺もやねん。レンドリーファイヤーあるんだよな。
俺とあんた。それよりいいのか、こんなおっぴらに鬼人会とやり合って、立場上まずいって話だったろ。せやから顔隠してるやないですか。それに西谷会長さえ潰したら、その後はもう誰もうちに文句言えん。短期決戦で言ったらええんですわ、俺とあんたで。鶴野は何て言ってる。西谷の居所掴んだのも、俺をここへ起こしたのも、みんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷と切りつけたる言うて。また奴の居所が変わる前にな。そうか。ほな、二人で西谷に痛い込ましてやりましょう。俺の方はいつでも行けますんで、乗ってください。いてこましたろうかい。行こうか。いてこましたりましょう。そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。人言派。人言派なんだ。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、鬼人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが、いっちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんで、えらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼よ。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。どっから持ってきてんですろ。あの倉庫の奥にあんのが鬼人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所やねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれ。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔するやつはぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ませよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか。確か西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。勝ち込み。やっと来たかよ桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや、鬼人会。せやな、上流。はあ、行くぞ。行くぞ。
殺れ、はい、体力回復しとけよかったなあ、いいだろう、どうせ雑魚だし、どうせ雑魚だし、やっちゃうよ、あれ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 よなんでこんな弱いんですか、あんたワンパンですけど、ああああ、当たり判定がおかしいんで、あらよいビヨーンはい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 、鉄拳鉄拳はい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 、タバチコーンビューン、あ、どこ、はい、ドア光ってるちょっと回復すっか、分かっとるわーボケー、だから来とんじゃろがい、勝ち込みなんじゃからよー近頃近頃誓って殺してねって、ああ近頃近頃嘘つけよお前、やっちゃってるよやっちゃってますよ、はい、ってらっしゃいませい、んでこの吹きさらしの事務所、よく可愛がった後に沈めたるわ、何沈めたるって、どこに沈めんだこら、あーじゃ、いってーちょっとシシドゥー、はよー出口さん、出口、入り口、はい、この世の出口に一体だって誰よ、こんなもんで塞ぎおって俺まだまだ暴れとりんの、ガンガン行っとりましょう、ガンガン行っちゃうよ、ガンガン行こうぜフフ、命令させろ、あ、プラチナか、だからもうプラチナ売ってもそんな金にならんからな闘技場で稼いだ方が全然稼げる、牢屋か、どんなところに牢屋、バーン、おら来たー、あれ痛いよー、暴れってな、はい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 、どーん、はい、バイバイ、こいつ、相手ラリアッツ、ウリアッツ、相手だからやめて、どっちの味方なんだよ指導、なんかいいのないの、
てやれ。磯野くん、磯野くん、どこにいんのかな。来やがったか。来やがったぜ。あら、チャカ、チャカもやめなさい。いってぇ、なんてことすんのこのデブチンが。いってらっしゃい、バイバイ。おい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 、相手ってダメージじゃないんだけどね。チャカゲッツ、なかなかやるみたいやが、ここまでや、ここまでや。バン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 、うううううう、いいて、邪魔だ。うら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 、大残念、大残念。あ？おい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 。大丈夫、シシド。はい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 。ほら、いて。はい。ざけんなやボケ。それ以上は行かさへんで。悪いな。爆弾よそれ。おい。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。なめおって。半殺し、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 半殺しにしちゃうよ。ヒートゲージだな。ここにいんのか。え、燃えとる。火だ。火つけとるのは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。するな、うん、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たな、お二人さん。そっちの犯人や。それでごまかせてるつもりかよ、シシド。さすが、英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合って、お前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととは繋がんねえ。なあ、キリュウ、あんたももういいだろう。顔
見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。獅子だ、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ。獅子だ、鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない、こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてねえ。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。いい声で泣けよ。ああ、獅子だ。いでででででで。はい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 。ふれふれ。コサイク、ダメか、俺の方がいいかな。はいはいはい、ほら。はいはい、で燃えた。おもろいな。あー、まぶっちーまぶっちー。残念でした、西谷っちゃん。どいてぇ、食らいすぎたな。オラ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 ですよ。オラ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 。あれ、終わっちゃった終わっちゃった。キリュウさん、こっから外に出れます。分かった、定価制西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。うるせえ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて、西谷は俺が。西谷に生かしとるんです。殺した方が楽に決まっとる。だが鶴野は。ジャカシ、もう済んだことや。それに鶴野の頭も全部承知してます。
なんだと。するの、てめえ、最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅんは。何？昔俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、賊上がりで、まだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるんは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかん。けど相手はガキや、じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった。何があった？俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのにどっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう生爪剥がしたり鼻を削いだり刺した腹の傷いちいち火で炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かりようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめ刺したった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼人会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。そん時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどそのわけはあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にもあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいならとっとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけ格好してみよう思うても所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。へい。いねえじゃん。おらんやんけ。どう消したウードゥーがあれもう最終章や。早いな。
まあ早いんだけどね。上流。ああ。先ほど鶴野さんから連絡がありました。大道寺に帰ってきたよ。三代目西谷誉は死亡、鬼人会の拠点も焼けたと。いなかったやんけ。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東城会を同時に解散させるとなれば、血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進めるかもしれませんね。鬼人会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前にその最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。赤目、ジャージとには戻りましょうか。はい、戻ってきたよ。ゼバよ。上流。さすが上流やな。なところか。もうやばいって。ああ、闘技場か。ええー。はい、というわけで、まあ今回はこの件にしときたいと思います。それでは、またのご来店お待ちしております。バイバイ。